い、皆さんこんにちは。料理大好きギタリストゴンゾーです。ゴンゾークッキングのお時間がやってまいりました。はい、今日作る料理はまたタイ料理にはなるんですけれども、パッタイを作ってまいりたいと思います。実はですね、このデン、はい、ですね、あのセンレック、というタイの、ビーフンですね、米で作った麺、これをですね通販で取り寄せまして、これでですねちょっとパッタイを作っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひこの後も見てってください。はい、じゃあ早速ですが材料紹介していきたいと思います。ピーナッツ、桜、ビー、こうニラもやし炒め、野菜セット、今回は2人前で作っていきます。厚揚げで、あ、木綿の方です。ちょっとしっかりした歯ごたえをね出したいので、卵2つと玉ねぎ、冷凍のむきエビですね、これが8個、エビ好きな方が好きなだけ入れてあげてください。そして、本日の主役、タイビーフンです。細いやつ、春雨みたいなやつが1000ミリ、中くらいの細さのやつが1000レック、そして、10ミリとか大きいのが1000ヤイですね、きしめんみたいなやつですね。あの1000ヤイみたいなそのきしめんで、パッタイ作っていただいても非常にもちもち感が出てね美味しいので試してみてください。はい、基本的にですね仕込みに時間のかかるものから手をつけていって、その間に時間かからないのをちょこちょこね、やっていくといいです。なのでやり始めで料理始める場合は、作戦を立てておくといいと思います。で、今回の場合このビーフンを水で戻していく作業があります。これが40分から50分ぐらいかかるので、それが一番時間かかります。その次にソース作り、これが10分から20分ぐらいかかります。なのでその順番で、で野菜カットしたりとかっていうのはその間にちょっとずつ行っていきたいと思います。はい、ソースの材料を紹介していきたいと思います。こちらがココナッツシュガー、普通のお砂糖で代用可能です。それと本来であればナンプラー、今回はニョクマム、ね、ベトナムの魚醤、基本的になんか製造工程がちょっと違うんですけれども、ものとしては大体一緒のものです。風味はね若干違いますけど。それとゴールデンマウンテンというブランドのシーズニングソース、それと白ワインビネガー、お酢で代用可能です。本当はタマリンドというですね、ものを使うんですけれども、梅干しのような果物の漬けたような感じので、それを水で溶いて煮詰めていってソース作るっていう作業なんですが、なかなかねタマリンドまで入手することができなかったので、多分輸入食材屋さんとか行くと売ってるし、通販とかでも入手は可能なので、もし本格的なの作りたい方は取り寄せてみていただくといいと思います。はい、ということで今麺をですね戻し始めております。ぬるま湯、適当です。量は関係ないですね。結構まあたっぷりめに入れていただいた方がいいかなというふうに思います。そこに先ほどのセンレックっていうのを 100g ちょっと入れております。まあこんな感じですね。混ぜておいてあげるっていうかね、ひっつかないように、なんかパスタとかと似たような感じですかね。で、このままですね40分ぐらい置いていきたいと思います。時間がない場合は沸騰させたやつに 2,3 分入れていただくと同じような感じにはなるんですが、多分ねもちもち感はこうやってぬるま湯で戻した方が出るような気がしてますので、ぜひ時間ある方ぬるま湯で戻してみてください。はい、ということでソースの材料を今こちらに全部入れました。分量はここに書いておきたいと思います。これをですね鍋に入れて沸騰させていきたいと思います。でちょっともったりするぐらいまでね5分煮詰めていきたいと思います。はい、火かけていきます。これ火かけることによってお酢の酸味がまろやかになるのでね、ぜひお酢入れてやってみてください。結構これもしょっぱいだけじゃなくて、若干ね豆の味付けの方が美味しかったりします。はい、沸いてきたらちょっと火をね弱めていきます。基本でもずっとグツグツしてる状態で大丈夫です。水分ちょっと飛ばしてもったりさせていきます。はい、ということでだいぶ、とろっとしてきましたね。こういうですね余った瓶とかに入れてあげて、冷めてから冷蔵庫で保存していただくと結構持ちますね。普通に1ヶ月近くとか持っちゃうので、一旦こういうのに開けていただいた方がいいかと思います。火傷には注意してください。
な感じですね。パッタイは結構手際が命の部分もあるので、まあ炒め物ってそうですよね、そういうの多いんで、なるべくね材料先に用意しといてあげると、非常に、やりやすいです。卵溶いておきます。で、エビもですね、もうだいぶ解凍できてる感じ、冷凍のエビ使ってるんですけども、解凍できてる感じなので、はい、ということで麺も無事戻ったと思いますので、あれからそうですね40分ぐらい経ちましたので、麺をですね、こういうボウルに回収していきたいと思います。でこれですね、麺なんですけど炒めるときに、水分がねびちょびちょだとすごくぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。なのでちゃんと水を切っていった、できるだけ切った方がいいです。でこのまま置いといていただいてもまあいいんですけれども、僕はキッチンペーパーみたいなので表面の水分をさっとこんな感じで取っていきます。あ、こんな感じわかるかな、完全には取り切れてないんですが、はい、いい具合ですね。これで炒めていきたいと思います。はい、じゃあ炒めていきましょう。手順としてはチャーハンと一緒ですね。火つけて、基本ずっと強火ですね。でサラダ油大さじ2から3ぐらいです。多めの方がいいですね。はい、フライパンが温まってきたので、中華鍋ある方は中華鍋で作っていただいてもいいと思います。うちないのでちょっと大きめのフライパンですね。はい、温まってきたらサラダ油で、最初に玉ねぎの、香りが出るまでね、ちょっとガッと炒めていきます。卵をなるべくふわっと仕上げるには油は実は多めの方がいいですね。はい、で、卵を入れて軽く混ぜたら、もう麺投入して、ソース入れていきます。ふんわり混ぜたら麺、だいたいさっき作ったソースです。大さじ2ぐらい、味見ながら足りなかったらまた入れてあげてください。これで炒めていきます。はい、ここでもう入れてきます。厚揚げ、1個入れると多いような気がするけど入れちゃい、でエビも入れちゃいます。味見します。本当はもっとね強い火力でガーッて一気にやった方が美味しいんですが、であんまり焦りすぎなくても大丈夫です。麺まだね、これ今味見したらもうちょっと火が通った方がいい感じ。弾力すげえいい感じ。エビにも火が入ったかな。ビーヒート押しすぎちゃうとね、縮んだり硬くなっていっちゃうので、いい塩梅で揚げたいところですよね。はい、で最後野菜ですね。さっきの量の半分もあれば、まあここもお好みです。はい、でもやし類にはそんなに火通さなくて大丈夫です。ちょっと歯ごたえ残った方が美味しいと思います。もうちょっと入れちゃおうかな。よ。はい、最後味見していきます。ここで味足りなかったらまた入れてあげてください。大さじ3ぐらいですね、多分。はい、ということで大体いい具合にできたので盛り付けしていきたいと思います。
はい、保存しているパクチーですね、冷蔵庫で。はい、こんもりこう真ん中がこう高くなるように持ってあげるといい具合に。パッタイの完成です。イエーイ、早速食べていきましょう。はい、ということでパッタイが完成しました。でででで、ボーン。はい、ということでですね、早速いただいていきたいと思います。いただきます。あ、厚揚げ天才。やべえ超うめえ。もちもちとシャキシャキの食感っていうののコントラストがいいのと、あとね、厚揚げがいい仕事してる。ソース甘辛の汁旨味、ものすごい吸ってる。よし、エビ。あ、うまっ。じゃあちょっとパクチーと絡めて。さっきの、レシピだとね、ちょっとこれはこの感じだったら、もう追い砂糖はなし、の感じ、もうちょっとしょっぱみがあってもいいかなっていうぐらい、ちょっと甘めのソースになってます。はい、でタイ料理屋さんね、日本でも行ったことある方っていうのは多分知ってらっしゃるかもしれないんですが、食卓にね、お砂糖だったり唐辛子、あとお酢とこうナンプラーかな、これがポンポンポンって置いてあって、でそれを好きなようにね、自分で味を変えられるというか、調整しながら食べられるっていうのがありますね。なので僕は大体出てくると、タイに行った時にね、現地の人が食べてたのが結構お砂糖をグラニュー糖なんですけど、グラニュー糖かけて、でこのね、唐辛子ピックポン、プリクポンって言ったりもするんですけど、これがですね、いわゆる日本の唐辛子というよりかは、はい、あれなんですよ、タイの唐辛子で、辛みのね、性質がちょっと違う、品種が、違う唐辛子ですね、プリッキーヌのやつだと思うんですけど、はい、これ、ものすごく好きなので、結構辛いんですけど、わーっとね、僕はこれが好きなので結構いっちゃいます。で、もうだいぶね、いい感じの甘みがついてるので、こっちは必要ないですっていう感じで、後からね、自分好みにちょっとしょっぱめの方がいいかなっていう人は、後からナンプラーちょっとかけていただいたり、甘めがいいかなっていう人は、後から、お砂糖をね、やっていただいたりするのが現地の人の食べ方です。はい、じゃあちょっと、僕は辛いの好きなんで、辛いのでいきましょうかね。なあ、最高。で結構入れる野菜なんですけど、これにこだわることないと思います。なんかね、焼きそば感覚で作っていただけるので、冷蔵庫に
余ってる野菜だったりとかでもいいんじゃないかなという気しますね。あとはなんかレシピによってはたくあん、いぶりがっこみたいなのを入れるようなレシピもありましたので、ちょっと僕それは試してないんですけれども、入れていただくと結構よりちょっと現地っぽくなるかもしれない。うん、はい、ということで完食いたしました。これはもう夏ぴったりですね。ちょっと辛いのかけていただければ、そして甘辛のね、感じと、今回使わなかったですけどライム、ああいうのを絞ってさ、食べていただいてもよりですね爽やかさが出るかなという感じします。はい、なのでレモンでも結構ですね、そういったものの食べ方もおすすめです。では今日もここまで動画見ていただいてありがとうございます。ぜひぜひコメントを概要欄とか見ていただいて、作っていただいてコメントいただけたらなというふうに思いますので、楽しみにお待ちしております。それではまた次回も見てください。ありがとうございました。バイバイ。